シリーズ震災1年と東京。続いてはハイパーレスキュー隊防災への思いです。東日本大震災の原発事故で決死の放水作業を行い、国民的な注目を集めた東京消防庁のハイパーレスキュー隊。あれから1年、隊員たちはどう振り返り、どのような訓練をしているのでしょうか。去年3月18日、冷却機能が損なわれる大事故が発生した福島第一原子力発電所。東京消防庁のハイパーレスキュー隊139人の隊員は、被爆の恐怖にさらされながら、十数時間にわたり放水活動を続け、事態の鎮静化に大きく貢献したのです。番号 1、2、3、4、5、6、7、8。朝8時半、消防庁第3消防方面本部ハイパーレスキュー隊の1日が始まります。通常の消防では対応できない救助活動に従事する消防庁えりすぐりの男たちで構成。そのうち第3方面本部は、さらに放射性災害、化学災害に関する専門技術を持つ専門部隊です。福島原発の放水活動では、先遣隊として原発内に最初に入った部隊でもあります。宮本雄介市長、消防隊員として13年目、ハイパーレスキュー隊に入って5年目の中堅隊員です。これは、いわゆる原発の敷地の中に持って行って、線量を測ってたっていうことです。はい。宮本さんは、あの日、屋内の放射線量を測定するため、原発内に最初に入った一人です。やっぱそういう任務を担えるのはもう私たちしかいないっていうような感覚にもなってまして、いち早く行って、そこに手を差し伸べたい。震災以降、レスキュー隊では放射線測定器をすべての隊員に持たせるなど、設備を増強。化学災害に対応する部隊として、より専門性を増しました。ハイパーレスキューの訓練は、毎日異なった局面を想定して行われます。この日は、清掃作業員がマンホールの下に転落し負傷。周辺には有毒ガス、硫化水素が発生しているとの想定で救出訓練です。隊長の指示に従って行動できるのは当たり前、ね。はい。今度はもう少し自分で考えてね。佐野圭介副市長。レスキュー歴1年半。部隊の中でも最も若い隊員の一人です。まだまだできないところありますけれども、日々訓練。入隊からわずか5ヶ月余りで、原発の放水現場に派遣された佐野さん。現地では放射線を浴びた隊員の除染作業に当たりました。3本部機動部隊でもう全員で向こうの原発に行って活動、除染区域の活動したんですけど、自分もその中で活動してたんですけど、3本部機動部隊ってすげえなって、そういう先輩たちのを見て自分も一歩でも近づければいいな。訓練が終わればすぐに反省会です。現場で隊員が取った行動を振り返り、それが正しかったのか、最善の方法だったのかを話し合います。こういった訓練の積み重ねと地道な検討の結果が、あの原発事故での活躍を生んだといいます。想定外であったということは私たちの部隊では許されませんので、すべての災害発生しても、すべての災害を想定内に収める部隊にしなければなりませんので。原発事故から1年、隊員たちは今何を思いながら訓練に励んでいるんでしょう。ミッションを実際にこう体験した人間として、それを踏まえた、この教訓を踏まえたですね、ソフト面ハード面を整備していって、それを東京消防庁のスタンダードにして、ゆくゆくはこの日本のスタンダードになるような。未曾有の大災害で得た教訓を日本のレスキューのスタンダードに。その思いを胸に、首都直下地震をはじめとする大災害への備えに余念はありません。